はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、東海バスオリジナル三菱ふそうエアロスターです。はい、しっかり見ていきます。このトミカは東海バスオリジナルの特集トミカ第2弾だね。三菱ふそうエアロスターです。で、正面から見るとこんな感じだね。行き先案内板のところもしっかりプリントになってます。で、東海バスのロゴとナンバープレートもしっかりプリントになってるね。すごく感じがよくできてます。で、横から見るとこんな感じだね。東海バスってプリントされてて、行き先案内表示のところもプリントになってるね。で、後ろの方はこんな感じだね。こういう行き先案内表示とかナンバープレートもしっかりプリントされてて、細かなデザインも再現されてるのがすごくいいです。で、運転席側はこんな感じだね。東海バスってプリントされてて、非常出口のマークもしっかりプリントされてるね。で、あとここ南伊豆東海バスっていう細かなプリントもされてます。で、ルーフの部分はこんな感じだね。この面は特にプリントがないのかなと思ったら、何かここに矢印みたいなマークがあるね。これも実車を再現してるそうです。で、内装の方はこんな感じだね。運転席があって、後ろの座席もしっかり再現されてます。で、サスペンションとかは特についてないね。で、裏の方は三菱ふそうエアロスターナンバー93番の2002年の写真になってます。で、こうやって全体を見てみると特に派手さはないんだけど、すごく忠実に再現されてるね。で、なぜかこういう上の矢印まで再現されてるってすごいね。で、フロントの部分見てみても、ナンバープレートとか行き先案内表示の小さな文字までしっかりプリントされてるね。箱の方は正面のパッケージに特注トミカの写真だね。ここに東海バスオリジナルのロゴがプリントされてます。ナンバープレートもここに書いてあるね。で、側面はこんな感じだね。で、裏の方は発売元東海自動車株式会社になってます。はい、今日は東海バスオリジナルの特注トミカ第2弾、三菱ふそうエアロスター紹介しました。今回のこの特注トミカはフルタンポ印刷だね。シールとかもなくてすごく良かったです。で、最近はいろんなバス会社さんから特注トミカ発売されてるけど、その中で見てもかなり上位に入ってくるデザインだね。フロント周りとかリアの部分もしっかりプリントがされててすごく良かったです。で、東海バスオリジナルの特注トミカ第1弾っていうのは100周年の記念トミカっていうのがあったね。オークションとかではかなりのプレミア価格になってるね。この第2弾のモデルもそれに負けないぐらい出来が良かったね。で、今回の特注トミカはオンラインショップで購入したんだけど、もう今見てみたら完売状態になってるね。定価は1100円だったんだけど、フルタンポ印刷だったのですごく人気があったのかな。6000台限定っていうところも魅力的だったのかな。でも、バスイベントとかでまた発売されることもあるかもしれないね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。